もっとこっちかな。バレットのボーカル星野颯太でござソロー、イエーイ。はい、今日はモデルのお仕事をしてきたんでこんな顔で撮影しておりまする。ちょっとメイク違うの分かるかな。はい、そうですね、最近ね、なんかソータにねちょっと違うイメージがついてきたみたい。 YouTube でねこう顔をなんか出して、こう喋ってとしてるうちになんか、今までなかったねイメージがついてきたの。 何かというとソータキモキャラちょっとねついてきました。まあ別に、嫌じゃないんだけどね。まあなんだろう、リクエストに応えてるだけなんだけど、まあ、脱ぐことが多いからかな脱ぎまくってからね、脱ぎたがりキモキャラ的なのがついてきました。そんな、ソータですけど、今日は脱ぎませんよ、今日は脱ぎませんよ。でも、キモいソータくんを見たいというリクエストがありましたんで、キモいのを見せろって言われても、なんだ自分でこれキモいって思うのがね、どういうのがっていうのでちょっと今悩んでたんですけど、まあこれこの前にね動画でにした俺の指の動きってキモいよねっていうのは、これは前やりましたよね。これとあと指ね、指の曲がり方がキモいっていうね、こんなんなっちゃうんだよ。こんなんなっちゃうんだよみたいなのはやりました。でもそれだけじゃ満足いかない、視聴者さんがいるみたいなので、じゃあ今日はね、キモいかどうかちょっと分かんないんですけど、一応閲覧注意です。これからちょっとやります。ソータの特技、肩の関節外し、いきますよ。肩見てください。これが普通の肩です。何も言ってない状態です。これをちょっとふっとね力入れるとね、関節外せるんです。でね、タコッつって元に戻すんです。また入れますよ、外したら。いきます、外します。ワン、ツー、スリー、はい、外します。これを分かります？今ちょっと外れてるんです。この状態をいきます、入れます、タコン。はい、逆もできます。肩、はい、これが普通の状態です。これが普通の状態です。ワン、ツー、スリー、外します。いきます、直します、パコ。ほら、もう一回いくよ、いきます、入れます、パキッつって、脱臼を自由自在にできる男まあ今日は動画上げる予定なかったんで、これだけでございます。はい、こんなソータだけど応援よろしくお願いいたします。リクエストありましたら、何でも僕はやります。はい、星野ソータのね、音楽だけじゃない部分、素の部分も知ってほしいと思ってますので、みんなによりソータを分かってほしいと思ってますので、どん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 、何でもお答えしますのでお寄せくださいませ。はい、じゃあ来週も動画上げる予定ですので、一緒に転がってこうぜ。今日は脱がねえぜ。